テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。選手たちの表情が徐々に試合のものへと移行しつつあります。スタジアムにはいつもの試合前の光景が映し出されています。インターナショナルカップ、今日のこのゲーム、先制点を叩き出すのは一体誰でしょうか。今試合開始です。右を守るのがアラブ。ゴール前半開始早々、試合再開です。右へ、6番ドリブルで攻め込みます。下半身が非常に安定してますね。右へ送ります。日本、このドリブルから突破口を開けるのか。最後は誰で来るんでしょうか。右へパス、さあドリブルで上がっていく。ナナミ、キーパー真正面、コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。ドリブルで持ち込みます。通った、左へ出します。このドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。柔らかなボールタッチですね。
七海ドリブルで攻め込みます。最後は誰で来るんでしょうか。うおせ、うおせ、見事にゴールゲット。前半戦終盤、日本さあ再びキックオフです。さあドリブルで上がっていく、一気に狙うか。パスを出すタイミングを測っています。柔らかなボールタッチですね。あとファールを取られました。イエローカードです。日本この位置から試合再開です。前方にパス、前に送った、大きく前線にフィード、ゴール前にボールを蹴り込んだ。ついにロスタイムに突入しました。日本このまま逃げ切れるか。前半戦終了です。さあ後半戦が今始まりました。早野さん、両チームの前半の戦いぶり、どのようにご覧になりましたか。まあ均衡取れたチーム同士、こういった戦いは見ていて非常に心地よいですね。ゴー日本、コーナーキックのチャンスで両チームの選手がペナルティエリア付近に集まっています。アラブ、クロスボールに備えてゴール前を固めます。後半戦序盤、日本追加点となる貴重なゴールを叩き出しました。さあ試合再開です。左へ出します。シュート、これは危険なプレー、当然ファールです。カードが、日本早いリスタートで試合再開です。アリアマディ、アリアマディ、アリアマディ、後半戦も半ば。あら、さあ試合再開のキックオフです。さあどこにパスを出すのでしょうか。こういった突破も時には必要ですよ。7、決まった。決めたのはこの人、七海。さあ試合再開のキックオフです。ファウル、反則です。アラブ、この位置から試合再開です。さあ自ら攻め込みます。さあ自ら攻め込みます。これは危険なプレー、当然ファールです。イエローカードです。壁は全部で3枚。果たしてキッカーはこのプレッシャーを跳ね返すことができるのか。9番ドリブルで攻め込みます。最後は誰で来るんでしょうか。さあ自ら攻め込みます。後半戦終盤、日本さあ試合再開です。ドリブルで攻め込みます。シュート、ナイスセーブ。ナナミ、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 
終了直前、日本試合再開です。ここで試合終了です。6-1、日本圧勝です。本日のこの試合、解説は早野宏さん、実況長坂でお送りいたしました。早野さん、ありがとうございました。失礼しました。それではこの辺りで失礼します。さようなら。